先輩です。ノクタン。ジーコだよ、ノクタン。ご覧いただいた通り、ラストエリア以外のすべてのマップを、コンプリートしてきました。さらに、ほぼすべてのレアマラソンを終えました。マジ？はい、プレイ時間を見てください。前回の終わりから5時間半ほど経過してます。ラストエリアに入るとこからだとなんと、8時間半も経過しているという。なんてことなの。それまでプレイしてきた以上の時間、マラソンに費やしたぐらいの感じです。信じられない。その結果がこれですよ。ちなみに、前回結局でなかった、レッドオーガのレアはカレイでした。あんなに頑張ったのに。まあドラキュラシリーズのカレイって、ちょっと特別感のある食べ物だったりしますけどね。そうなんだ。さて、ここからが特にすごいんです。3倍速ですがついてきてくださいね。メンバープレート、お店で割引してくれます。そしてこれですよ。これ透明になる水晶のドクロと無敵になれる壺です。すごドロップアイテムとともに倒した数も見ていくと面白いかも。やっぱりレアを持ってる敵はいっぱい倒してるのね。まあ落とさない奴はほんと落としませんでしたからね。録画外でコツコツ頑張りましたよ。あ、そうそう、スケルトンウォリアーだけはまだ残ってます。ほんとだ。どうせなのでマラソンの最後は録画しようかなと。最後がスケルトンになったのは申し訳ありませんか。これで大したことないやつだったら切ないね。それが怖いところです。歩くたびにピヨピヨ言ってるのはこいつのせい。で、いいものを落としそうだった特別なスケルトンたち。やっぱりいいものを落としてくれました。というかまさか魔導器を落とすとは。敵が持ってることもあったんだね。あとはボスですね。はい、以上です。とにかくこれで魔導器は完成。ああ、罠には効かないのか。無敵になれば簡単に通れる。そう思っていた時期もありました。ダメージは受けないけどね。ただ敵に対しては効果は絶大。襲ってこない？無敵の方もこれですよ。おお。すごいでしょ。これらを最後のマラソンにすればよかった。ほんとだね。所持金より値段をご覧ください。13万。マラソンしてたらいつの間にか大金持ちです。こんなに使い道がないぞ。すごすぎる。で、割引されるというメンバープレート。どれほど安くなるのでしょうか。それは気になるね。よく戻ったな。
ンにする。ああ、なるほど。つまり1割引きか。ふーん。微妙でしたね。微妙だったね。なぜスパルタクスがメンバーなのか問い詰めたい。これを持って助けるとんか。ということで最後のマラソンです。ポーションは呆れるほど落としてくれます。かれこれ12分ほどやってますが、また時間かかったら嫌だな。磁力ネックレスか。とりあえず最後が装備品でよかったけど、一言だけ言わせてください。今さら？まあね。お金はもういらないのですが、つまり離れていても取ってくれるということか。おお。うん、それはありがたいんだけど、今となってはいらないね。切ないです。まあでもこれにてめでたく、すべてのドロップアイテムをコンプリートしました。おめでとう。はい、図鑑もほぼコンプリートですね。残りはおそらくボスのみです。ドロップアイテムはなさそうなので、これでコンプリートできましたね。いいね。さて、後ろで何かが動いてます。ここはワープルームから階段を延々と下がった場所。はい、今回は隠しボスと戦おうと思います。おお。装備はこんな感じ。サブは相変わらず清水のまま。ムチは炎が効きそうかと思って、アクセサリーは臨機応変に変えるつもりです。ちなみに現在までのデータはこう、3200体も倒してます。連続パーフェクトガード13回か。で、入り口はここですが、前手に入れたこのアンロックジュエルで開きます。ここがそうなのね。この隠しボスは覚えてましたが、ラスボスより強かったような。そうなんだ。結果で言えばガラモスの位置です。なるほど。さあ、行きますか。頼もう。うわぁ。はい、忘れ去られし者です。大きいね。下半分も見えてないくらいです。全然顔が見えないね。で、周りにいるのがなんと牛。巨大な体、鎖で繋がれていて、ウジを落としてくる。見覚えありませんか？ベルゼブブ。そう、まるでベルゼブブのようですよね。関係があるのかはわかりませんが、闇の樹院の隠しボスがあれだったことを考えると、あながち間違ってはないのかもしれません。そうか、なるほどね。うう、毒になるのか。めんどくさいし直しておくか。動きが止まるからね。毒耐性のアクセサリーにしておくか。ヴァンパイアキラーだとおじは一撃で倒せないんだな。つまり炎が弱点か。そういうことね。え？カースだと。それはそれで面倒。本体の血は毒で、ウジが呪いか。特に目立った攻撃はしてこないけど、状態異常は面倒だな。ウジが止めどないね。やたら落ちてきます。しかし本体には炎は有効ではないらしく、ウジに炎の鞭、本体にヴァンパイアキラーと、頻繁に変えるのも大変なので、どちらかで我慢しています。やっぱりウジの方が厄介か。
それなら炎の向きの方がいいかもな。ようやく本体らしいものが出てきた。心臓かしら。何にせよ気持ち悪いな。ちょっとね。呪われるとコンボができなくなるので、なんとチェンス攻撃は1回しか出せません。そうなっちゃうのか。もしかしたら毒耐性ではなく呪い耐性の方が良かったかもしれませんね。そうね。装備変更する手間を惜しいんだけど、逆に苦戦した感はあるな。でも倒せたね。え？そうなんです。あまりにも巨体だから、あれで終わりなんてことではなく、まだ続くという。そうなんだね。腕の鎖を引きちぎったな。でも左腕だけだし、そんなに強くはないか。右腕はないのね。じっくり見ると気持ち悪くなってきます。え？大ダメージ。横に投げ払う攻撃もあり、多分どれもガード機能です。そうなんだ。パーフェクトガードならできるのですが、何度やっても成功しない残念な腕前でした。あらら。そう、ふう、ようやく。当然まだあるのね。ようやく顔が見えました。まるでプレイムエレメンタルですが、これが忘れ去られしものか。見た目はベルゼブブとは違うね。最初から足場が上に来てくれればもっと楽だったのにな。まあそれはね。あと1回で壊れそう。は？ひび割れてから1回も耐えられないの？なんだよ。しかもここからだし。また撃ち。でも今度はコツを掴んだので MP はなくなりましたが、だいぶいい感じです。さあ勝負だ。まだ岩がないのに。ひえ？うお、死ぬかと思った。たまたまタリスマン効果で生き残った。さっきのはそのエフェクトだったのか。なんだよこいつ。炎を吐く前に岩を落としてくれよ。それは向こうの自由だから。くぅ、攻撃する暇がない。すぐひび割れちゃうし。やばくない？連続で炎を吐かれるときついね。もう岩がないんですが。よかった。さっき結構 HP が残ってたのに炎で一撃してたからな。相当なダメージだったのね。いや、戻ってくるパターン。なるべく HP はマックスを保ってないと危険だな。でもパターンとしては炎を吐いてくるか岩を落としてくるか、どうやらこの2つしかないようなので。いや、お、横ステップでも大丈夫なんだな。それなら落ち着けばどうってことないのかも。ぐぅ、一度食らうと一気にヤバくなりますが。まあパターンだけは同じなんだね。超えてるだけが一番楽。そればかりやってほしい。さすがにこれ以上はないようです。
はい、というわけでこれが最後のオーブ。ブラックオーブです。そうか、ここで最後のオーブが手に入るのね。いやー、なかなか強かった。昔はパーフェクトガードで MP を貯めながら、戦った覚えがあるのですが、全然うまくいきませんでした。なっそうですが勝ったからいいか。これか。聖水の中でも好きなやつです。さて、今回はこれで終わりますが、次回はせっかく全部のオーブを手に入れたので、サブウェポンの紹介をしようかなと思います。なるほど、いいね。ちゃんと見えるけど動きは止まってる。その他のサブの黒オーブ技も含め、改めて全部をお見せしますね。さて、これでラスボス以外は全て埋まったはず。途中で一個だけ空いてたのはウジでした。で、やはり炎と聖水が弱点だったようです。結構倒してるのね。氷が弱点だったの。そういえば他の向きを試すの忘れてた。よりによって炎は耐性持ちじゃない。なんと。しかも十字架にも耐性があったのか。聖水を持っててよかった。イメージだと十字架に弱そうだけどね。まあそんなところです。ということで次回もお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。